はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちらユニバーサルスタジオジャパンにやってきました。今現在ですね、ユニバーサルスタジオジャパンはハロウィンのイベントやっててね、もうめちゃくちゃ楽しいんですけれども、今日はですね、今からジョマジが本日の夜泊まるですねホテルをご紹介していきたいと思います。このジョマジのねチャンネルではたくさんねユニバーサルのホテルご紹介していると思うんですが、基本的にはですね、ここのパークフロントホテルか近鉄さんが多いと思うんですよ。だけど今日はですね、違う場所にしてみようということで、ここにしました。こちらですね、ホテルユニバーサルポートビータというところです。ユニバーサルポートビータに行くには、ここのね下を降りていくか、もしくはユニバーサルシティ駅のところをぐるーってね回るしかないので、若干ね遠いんですよ。ですけれども、その分ですね、めちゃくちゃ値段が安いんですね。ここがですね、ユニバーサルシティ駅です。でもすぐね、ここの真後ろにあるのがポートビータですので、まあ遠いといってもね、徒歩5分ぐらいで着く場所ですからね。ここがユニバーサルスタジオジャパンで、先ほど言った近鉄さんとねパークフロントホテルがここですので、まあ言うてね、そんな遠くないでしょう。まあ下に下ってくればもうすぐね、まっすぐ行って、もうここがねホテルポートビータです。もう全然近いんですけれどもね、まあ少しだけそのパークフロントホテルとかに比べるとね遠いってことで、まあちょっとだけね値段が安いホテルでもあります。では早速チェックインしてみましょうか。いや、どこの部屋になるかな。はい、中にはミニオンがいます。ハロウィンになってる、かわいい。入り口かわいいですね。今日は7階だそうです。11階の中の7階なんで結構高い方ですね。はい、ではここの部屋です。行きましょう。でこのね外見せたいところですけれども、まずはこのお部屋をねご紹介していきたいと思います。まだね値段発表しませんけれども、最後に発表するので、ぜひ皆さん値段の予想もしておいてください。いや、それにしても綺麗ですね。すごい綺麗、ピカピカですね。ここのなんか木の扉もいいですね。ちょっと開けてみましょうか。多分トイレとお風呂だと思います。あ、そうですね、こっちがトイレかな。ちょっと開けてみましょうか、トイレ。はい、お、すごい点々綺麗、可愛らしいですね。トイレなんかキャラクタールームではないんですけれども、なんかどことなくキャラクターっぽい、なんかミニオンっぽいような壁がね。はい、洗面台はこんな感じです。ハンドソープ、フェイスソープ、オールインワンエッセンス、 MJ クレイシングで、ここら辺がアメニティですね。わ、これすごい、マスカットの香りのバスのやつだね。いいね。おお。ヒゲ剃りとか、あとは歯ブラシですね。いい。可愛らしいですね、これもね。では、お風呂見てみましょうか、お風呂。お、お風呂もおしゃれ。いいね。そしてかなり広々としてますね。いい。素晴らしい。でもベッドが2つあるからいいですね。もう2つ使っちゃおう今日。でここら辺のライトもすごいおしゃれ、まん丸で、椅子もありますね。いや、いいな。しかももうそこにねパーク見えるんですけれども、パーク見ながらの座ってね、もういいね、最高ですね、ここ。でも安いんですよ、ここがまた最高ですね。さあ、それでは外見てみますか。もうねそこにパーク見えちゃうんですよ。さあ、では緊張のカーテンオープンいきましょう。オープン、じゃじゃーん。うわー、めっちゃ見えるじゃんここパーク。うわー、すごい、見て、あっちホグワーツ城も見える、最高。しかも思ったよりパーク側だからめちゃくちゃ見やすいじゃん、ここ。
最高じゃん。ここジュラシックパークですね。ジュラシックパーク。超パークビュー来たー。これは嬉しいですね。もう夜になったら絶対綺麗ですね。で、ここに座りながらのこのパークですよ。見てこれ。最高ですね。いいねー。やっぱパークビューっていいですね。すごい。よく見えます。パークフロントホテルに比べるとね、だいぶ低い建物にはなるので、まあ、目線的にはね、かなり低めにはなるんですけれども、でも十分ですよね。こんなにホグワーツ城とか見えれば、めちゃくちゃパークにいる気分になりますね。いやー、ほんと最高ですね、パークビューって。いやー、ということで、まあ朝はこんな感じなんですけれども、最後にですね、こちらのお部屋のお値段発表したいと思います。パークビューで徒歩5分のホテルでございます。皆さんちなみにいくらだと思います？なるほど。10万円。うん。20万円。あ、なるほど、なるほど。あ、5万円。うん。まあやっぱね、普通の場所だったらそうなりますよね。パークから近いし、そしてパークの中も見えるし。ね、まあ、大体の方そうだと思います。でも、なんと、5350円。そう。なんと5350円です、この部屋。すごいでしょう、ユニバーサルって。もうね、ホテルがね、とことん安いんですよ。ということでね、まあ、5000円のお部屋でこんなパークが見えてですね、広々としたお部屋でございます。ぜひね、皆さん、こちら、ユニバーサルポートビータ、次来るとき泊まってみてください。他にもですね、ここに見えている、パークフロントホテルとかね、昨日行った近鉄さんとかも、ご紹介しておりますので、で、そこもですね、大体ね、6000円とか7000円とかで、パークビュー泊まれますので、他のホテルの映像もですね、投稿してますので、ぜひね、比べてみてください。はい、それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録、お願いいたします。それでは、ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。